この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは、大林浩司歌旅今日の夜。今日は草笛四郎さんの特番でございます。題して素人歌おうということでですね、草笛さんを日頃から熱心に応援をされているお二人と楽しく進めていきたいと思います。ご紹介しましょう。草笛四郎さんでございます。どうも、よろしく草笛四郎です。お願いいたします、はい、そして北南さん、はい、北です、よろしくお願いいたします。そして知念さんです。知念です、ヤンバルから来ました、よろしく。あ、沖縄ですね、いいですね。ということでですね、今日は3人で、ね、歌っていただくんですけれども、北さん、はい、四郎さんのどういったところがお好きですか？そうですね、すごく笑顔がよくってね、うん、まあ全てですね、全て、はい、いやもう最上級のお褒めの言葉でございます。知念さんはどういったところが？もう全てですけど、うん、でも謙虚なんです。はー、素晴らしいです ね。僕もいいですか？はい、四郎さんの好きなところ、日本舞踊のあの舞のね、姿が綺麗、上品で、まあご先輩で、いやいや、もう大好きです。はい、私もファンの一人でね、ありがとうございます。じゃあ3人で今日は進めていきたいと思いますが、トップバッターはどなたでしょうか？トップバッターね、北さんと私がひばりさんのね、一恋酒という曲を歌ってみたいと思いますね。はい、はい、それでは楽しくスタートしましょう。はい、ありがとうございました。一恋酒、ねえね、お二人で仲良く素敵でした、はい、さすがね、ひばりさんファンですからね、よかったですよ、うん、はい、ありがとうございます。あ、そうか、もう、はい、美空ひばりさんのファンなんだ。そうなんです、ちっちゃい頃からね、うん、大好きです。今は、はい、今はお隣の四郎さんです。ひばりさんも好きやけど、ね、四郎さんも好き。ありがとうございます、さあ次の曲はどなたが歌っていただくんでしょうか？次は知念さんにね、まだダムには出ておりませんが近々出ますけどね、遅い春という曲、
はいはい、今日はね知念さんがねその歌詞が素敵だということでね気に入ってくださいまして今日は急遽歌ってくださいます、はい、草笛四郎さんの埋もれ日のカップリング曲ですね。そうなんです、はいはい、それでは知念さんに歌っていただきましょう。遅い春です。お店ののれんをたたみ、あなたのおそばで暮らします。雪どけ間近い北の街、幸せ薄い女にも春が来ました。遅い春、ママも今日までお世話になりました。誰もが優しい裏町で、あなたのくれた真心が胸の寝行きを溶かしたの。知念さんに歌っていただきました。どうでしたか。上がりました。上がりましたか。いや素敵でしたよ。ありがとうございます。バッチリ覚えて歌ってはりました。ありがとうございます、はい、さあ次はどなたでしょう。私が女無情を歌うんですが、うん、せっかくね北さんも来てらっしゃいますから一番北さん歌ってくださいよ。はい、ね、分かりました。そして私がねちょっと振り付けしながらね北さんの後ろでちょっと一番待ってみたいと思います。よろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。今日は皆さん着物姿でね、さすが京都の番組っていう感じでございますが、それではお楽しみください。Oh.
忘れられない人に残る胸の火消せもせず、いつにも風も五つではめて帰る気より。さあ、お二人のね、歌、そして前も見せていただきました。こんなもんでよろしいですか？いや、もうあの佇んで立ってはるだけで綺麗やし。ありがとうございます。もう私行けないところ、もうリハーサルがないんですね。行けないんでね、踊っちゃってすいません。いいえ、ありがとうございます。素敵でした。ね、記念になりますね。そうですね、はい。ありがとうございます。さあ、そろそろお時間です。最後は。やはり私の埋もれ日という曲をね、で締めくくりたいと思います。はい。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは草笛一郎さんの埋もれ日でお別れでございます。人よ限りで燃え尽きて灰になるのと決めたのに、うずれた恋です。なぜに思いをまた焦がす。今朝はお立ちのあの人にすがる期待に勇気の宿。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。